はい、どうもこんにちは。今日は共通テストの予想問題を作ってみました。でテーマは何かっていうとデジタルカメラです。デジタルカメラパシャパシャですね。でデジタルカメラっていうとですね、結構高校物理で習う範囲のものがふんだんに使われてるんですよね。今もう板書してあるダイオードのことであったりとか、あるいは原子物理で習うあの現象ですよね。あの現象も使われているんですよね。なので全然テストに出てもおかしくないんですよね。共通テストで出るかもしれないし、二次試験、国公立の二次試験でも出るかもしれません。なのでね、ぜひ最後までしっかり聞いてですね、ものにしてくれたらなと思います。で今回予想問題とは言ってるんですけども、いつもみたいにちょっと問題文は用意してないんですけども、こういった穴埋め形式でですね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。まず半導体には2種類あってですね、新生半導体と不純物半導体というのがありました。で新生半導体というのは覚えてますか？可電指数がいくらのものでしたっけ？大丈夫ですかね。はい、4でしたね。はい、よろしいですかね。なので可電指数が4ですから、ケイ素とかゲルマニウムというのが可電指数が4の物質となってました。まあ、それだけでできているものが新生半導体でしたね。はい、それに対して不純物半導体っていうのがありました。不純物半導体っていうのは何だったかっていうと、可電指数が5が混ざったもの、あるいは可電指数が3のやつが混ざったものでしたね。それぞれ何型半導体って言ったんでしょうか？それぞれキャリア、電流の担い手は何だったんでしょうか？埋めれますかね？大丈夫ですかね？はい、埋めていきましょう。どうぞ。はい、じゃあよろしいですかね。穴埋めしてあげるとこんな感じでしたね。まあ、そもそも半導体って何だったかっていうと、半分導体の性質のものだったんですよね。で、ケイ素とかゲルマニウムってのはもちろん君たち分かってると思うんですが、金属ではないんですよね。金属だったら自由電子を持ってますから、導体ですからね、電流を流すことができますよということでした。で、それに対してケイ素とかは非金属ですから、電流を流すことなんかできないんです。なので、例えば可電指数が4のものがあったら、結合の手が4本なんですよね。お互い4本ですよと。で、それが結びついてるわけ。まあ、実際は、この1対1で結びついてるわけじゃないですけどね、1対4で結びついてますから、これはちょっとおかしな例になってるんですけど、まあ、結合の手が埋まってますよっていう話なんですね。で、それが、まあ、温度が低い状態だとこういう状態なんですけども、温度が高くなるとですね、運動が激しくなってピョンと結合から離れていくんですよね。で、この離れた電子が電流の担い手、自由電子と同じような振る舞いをしますよということだったんです。なので温度が低いと絶縁体のままなんだけども、温度が高くなると導体になりますよと。なんか半分導体の性質を持ってるから半導体だったんですよね。はい。じゃあそれに対してちょっと温度が高くならずに電流流したいなということを考えてですね、じゃあ不純物混ぜちゃいましょうよということを考えたんですよね。で、可電指数が5のものが混ざった時ってのはどういう時かっていうと、可電指数がもともとお互い4だったんですね。で、これで綺麗に埋まってたんだけども、片方が可電指数が5ですから、こういう状態ですよね。なので1個余っちゃったんですね。この余った電子っていうのが自由電子と同じ振る舞いをしますよということだったんですね。はい。なので余った電子が電流の担い手になってますよと。なので電流の担い手であるキャリアが負の電荷を持ってますから、ネガティブ半導体ということで N 型だったんですね。はい。じゃあ、P 型半導体についてもちょっと説明させてください。ほとんどが可電指数が4なんですよね。で、ちょっと混ざっている不純物が可電指数が3なんですよね。なので普通にくっついたらこういう状態なんですね。だから電子が1個余ってます。この余った電子がまた飛び出していくわけではないんですよね。飛び出していくわけではなくて、ここにですね、相手がいなくなってるんですね。相手がいなくなったところに他の原子から電子がピョコンと飛び出てくるんですよね。で、ここにスポッて入ります。で、ここまた穴ができるんですね。ここに穴ができたらまた隣の電子からスポッと入ってくるんですね。なので、この穴が動いているかのように振る舞っていくということなんですね。なので、その穴がもちろんプラスの電気と同じような振る舞いしてますから、プラスの穴、あるいはホールという言い方をするんですよということでしたね。はい、ここまで大丈夫だったでしょうか。はい、じゃあダイオードの方行きましょう。ダイオードは何だったかっていうと、この P 型と N 型のものをくっつけたものをダイオードと言いました。で、電流の流れる向き決まってましたね。この場合だと右向きに流れる電流は OK でした？ダメでした？左向きに流れる電流は OK でした？ダメでした？どっちでした？いけますかね。はい、よろしいですかね。P 型から N 型の方に電流が流れるときはなんですね。反対向きに流れるときっていうのは電流が流れなかったんですよね。はい、じゃあもうちょっと整理していきましょう。電流が流れる向きに電圧をかけたとき、つまり今左側がプラスで右側がマイナスになるような電圧をかけたときっていうのは電流が流れるので、これ順方向と言ったんですよね。はい、それに対して電流が流れない方向に電圧をかけたとき、この向きですから右側がプラスで左側がマイナスになるような電圧をかけたときっていうのは、これは逆方向の電圧って言ったんですよね。
なのでダイオードには順方向の方向にしか電流を流すことができないということだったんですね。だからこの図でいうと右向きにしか電流が流れないということだったんですね。例えば交流電源とか接続してあげると、交流電源というのは右向きに電流流すときもあれば左向きに電流流すときもあったんですよね。だけどもダイオードを挟んであげると右向きにしか電流流すことができなかったんですよね。なので電流の向きを整えることができたので、これを整流作用と言いました。はい、よろしいですかね。ちょっと答え先に言っちゃいましたが大丈夫でしたかね。はい、順方向逆方向、そして電流の向きを整えるということで整流作用がありましたということでした。はい、じゃあここをちょっと拡大したところをちょっと見ていきたいんですけども、順方向に電圧をかけた時ですね、もちろんホールプラスの穴っていうのはプラスの電荷と正電荷と同じ振る舞いをするということだったので、プラスの電気はこっちに右に来るんですよね。それに対して N 型の中には電子があったんですね。電子はこれ電流とは反対向きでしたから、電子が左向きに進んでくるということだったんですね。なのでここにある電子がスポット、このホールっていうのは何かっていうと、さっきも言いましたけど電子が一つ足りないんですよね。電子が一つ足りないところにスポット入ってきますよということだったんですね。これなんて言うんでしたっけ。大丈夫ですか。再結合でしたね。はい、よろしいですかね。で、ここね、よく質問されるとこなんですけども、例えば順方向に電流を流した時っていうのは、ここで再結合が起こってるから電流が流れるっていう話だったんですね。で、逆方向になった場合はですね、このホールが左に寄ってくるんですよね。左に寄ってくると。で、左に寄ってきて、電流の向きは左向きだから、電子がこっからこのホールに入らないんですかっていう話がよくあるんですよね。これ入らないんですよ。入らないんです。でなぜかというと、もうエネルギー的な状態ですね。この電子は結構エネルギーが高くてですね、エネルギーが低いところに行こうとしてるわけなんですね。でエネルギーが低いところっていうのはこの正孔のところなんです。なのでエネルギーが高いものがこの正孔、エネルギーが低いところに来るというところなんですね。で逆にここにある電子のエネルギーってそこまで高くないんですよね。なのでそこまで高くない電子がホールのところに入れるかというと、そんなに、例えばね、ここの電流に流れ、ここに流れている電流の電子のエネルギーがここ、ホールにもし入った時の電子のエネルギーがここだったら、こんだけね、エネルギー差がありますから、低い方が安定しますから、こっちに行きますけど、こういう状態なんでしょうね、きっとね。なので、ね、普通に流れている電流の電子の方がエネルギー的には低いから、高い正孔のところには基本的には入ってこないですよ、ということなんですよね。だからよっぽどね、逆電圧、すごい電圧をかけてあげたら入ってくるとは思いますが、一般的には入ってこないというところなんですね。ただここはエネルギー的に正孔に入った方が電子のエネルギーというのは低く安定しますから、でこいつはエネルギーが高いですからこっちにやってきますよという話なんですね。よろしいですか。じゃあちょっとここで考えてほしいんです。電子がエネルギーの値をここで落としたんです。はい、じゃあちょっと問題入れてみましたので、ちょっと穴埋めしてみてください。この時電子高いエネルギーから低いエネルギーへと来たんですね。その時電子がエネルギーをほにゃららし放出か吸収です。で、その分の電磁波が発生すると。もうわかりますね。エネルギー高いところからエネルギー低いところに来ますから、例えば100ジュールのところから20ジュールのところに来たら、残り80ジュールが出ていくと、放出されるということなんですよね。はい、よろしいですかね。なので、電子がエネルギーが低いところに行って、その分のエネルギー、下がったエネルギー分を放出して、その放出したエネルギーに相当する電磁波が発生するということだったんですね。じゃあ例えばこの時発生したエネルギー、放出したエネルギーは80ジュールだとしましょうか。じゃあこの時の電磁波の振動数って出てきますよね。なんでかって分かりますか。電磁波のエネルギーは Hν でしたね。Hν なので Hν イコール、80ってことはないと思いますけど、 Hν イコール80ってなって、振動数 ν が計算できるということなんですよね。よろしいですか。だからこれ原子物理で完全にやってますよね。大丈夫ですかね。なのでここで発生する電磁波が、例えば僕らが見える光の範囲だったとしましょうと、光の範囲覚えてますか。 3.8×10⁻⁷ 乗が紫でしたね。で、ラッキーセブン 7.7×10⁻⁷ 乗が赤でしたね。でその可視光の範囲にある光が、電磁波が出たとしたら、それはもちろん観測できる光になってるんですよね。なのでそれが発光ダイオードですね。発光ダイオード、なので赤色のダイオードとか青色のダイオードとか色が決まってるっていうのは、こういったことが理由ですよね。この時のエネルギー差に相当する光しか出てこないですから、なので青色ダイオードは青色が出てくるエネルギー差なんでしょうと、赤色ダイオードっていうのは赤色の光が出てくるエネルギー差なんでしょうということなんですよね。いいですか。
なので今日はねちょっとデジカメの原理を話そうとしてまだそこまで行ってないんですけども、発光ダイオードの原理が出ても全然おかしくないですかね。なのでこことここのエネルギー差が分かっている、電磁波のエネルギーが Hμ って分かっている、そこから振動数がだいたいいくらぐらいですかっていうのはね計算できることもあると思いますから、そこもねちゃんとできるようにしてください。はい、ではいよいよデジカメの原理に入っていきたいと思いますが、実はデジカメの原理もほぼ説明できちゃってるんです。まあやっていきましょう。ちょっと一回消していきます。はい、それではやっとですねデジタルカメラの原理について説明させてもらいます。もちろんデジタルカメラっていうのは普通のカメラと一緒でレンズがあります。でレンズのところを光を通って光を受信する部分があるんですよね。で受信する部分はたくさんあります。例えば100万画素だったら100万個ですね、光を受信する部分がたくさんたくさん並んでるということなんですよね。でその受信する部分っていうのがダイオードなんです。一つ一つがダイオードなんですよ。だからダイオードが100万個あるわけです。すごいですよね。あのちっちゃなデジタルカメラの中に100万個のダイオードが入ってるわけなんです。でダイオードを今回ねさっきもやったんですけども、順方向と逆方向っていうのがあったんですよね。でデジタルカメラの場合は全部逆方向に電圧がかかっています。なので P 型 N 型があってね、ちょっと書き忘れました、書いておきますね。 N 型があって、普通ならば順方向だったら左側がプラスですけど、逆方向なのでマイナスです。なので P 型の中にあるホールが左に寄っていく、 N 型の中にある電子が右側に寄っていくという形になるんですよね。はい、じゃあここまでよろしいですか。大丈夫ですかね。なのでこことここにですねダイオードの両端で電圧がかかっているんですね。元々なんですけども、でこの接合部分見てほしいんですけど、接合部分の中にここにあった電子が全て右側に行くと、そんなことはないですよね。電子たくさんあるわけですから、全ての電子がこっちに行くわけないですよね。大丈夫ですかね。なのでここに電子まだあるんですよね。もちろんここにもホールがあるんです。じゃあここだけで見てあげたらどうなってるかというと、ここにある電子はもちろんエネルギー的に安定するのはこのホールの中に入った方が安定するんですよね。なのでここに入っていきます。で入っていくとどうなるかというと、マイナスがもともとあったのになくなったから、ここら辺ちょっとプラスになるんですよね。でこっち側見ていきましょうか。こっち側ももともとホールしかなかったのに、マイナスの電気がやってきたことによってちょっとマイナスになるんですよね。はい、よろしいですかね。なのでこの内部のこの接合部分においては、右側がプラス、左側がマイナスの電場ができているということなんです。でその中で光がここで当たったらどうなるかということなんですけども、光が当たったらどうなるかというと、電子が飛び出してくるんですよね。電子が飛び出してくる。これ原子物理の一番最初でやったやつでしたね。まあ2番目かな。これ何でした？どうぞ。はい。光電効果でしたね。光電効果。なので、光電効果が起こるということは、この再結合、非結合と全く現象が起こるというわけなんですよね。なので、ホールの中に埋まっていた電子が、光からエネルギー、光といっても光子ですね。光の粒、光子からエネルギーをもらって、このホールから安定してたんだけどエネルギーが高くなって飛び出してくるんですよね。で飛び出してきたらどっちに行くかというと、このプラスの方に寄ってくるんですね。なのでまた N 型の方にピョンと電子が飛んできますよということなんですよね。はい、よろしいですかね。で出てきた電子はどうなるかというと、もちろんここプラス極になってますから、また右の方に寄ってくるということなんですね。なので電子が飛び出していけば飛び出していくほど、この逆方向の電圧っていうのが強くなってくるということなんですよね。ちょっと まとめていきますね。はい、じゃあここまでのところはもちろん初見の問題になってきますから、ここまではしっかり説明してくれると思うんですよね。電子が飛び出してくることによって逆方向の電圧が強くなりますよということだったんですね。なのでここから問題を作るとしたらですね、こんな感じになると思います。この時逆方向にかかった電圧を測定することで何がわかるでしょうかというところなんですね。じゃあ選択肢用意していきますね。選択肢これでいきましょう。どうぞ。じゃあもう選択肢ね、2つだけにしていきましょう。もうね、わけのわからん選択肢はちょっと省いていきます。はい。電圧の大小を測定することで、光の明るさを測定することができる。はい、2つ目。2つ目。電圧を測定することで、光の色を測定することができる。さあどれでしょうっていう話なんですね。いけるかな。はい、今回は何かっていうと、電子が1個飛び出したら電圧が強くなるということなんですよね。いいですか。なので電圧が大きくない、大きいか小さいかってことを測定することは何かというと、出てきた電子の数を測定しているということなんですよね。大丈夫ですか。はい、じゃあ光電効果を思い出してほしいんですけど、光電効果っていうのは基本的には2つですよね。当てる光を強くする、その時は光子の数が増えて出てくる電子、光電子って言いましたね、光電子の数が増える。でもう一つは
光子の振動数を変えてあげるとエネルギーが大きくなるんですね、1個あたりの。なのでその時出てくる電子のエネルギーが増えるということだったんですね。で今回電子のエネルギーの話なんか一つもしてないですからね。出てきた電子が1個増えるとこの逆方向の電圧が増えるということだったんですね。なので電圧が大きくなるということは出てきた電子の数が多いということは当てた光の粒が多いということは明るいということなんですよね。なので電圧の大小を測定することによって光の明るさを測定することができるということなんですよね。はい、よろしいですかね。こういうことですよね。出てくる電子の数が増えるってことは明るさが大きくなってる、強くなってるってことですかね。まあそれによって出てくる電子が大きく増えると電圧が強くなるということでしたからね。なので電圧の大小を測ることで光の明るさ、暗いか明るいかっていうのが分かるということなんですね。なので何色かっていうのは実は分からないんですよね。実は分かってないんです。なので、コンデンサーじゃないわ、ダイオードですね。ダイオードは別に光の明るさしか測定できないんですね、このやり方だったら。なので光の色っていうのはどうやってやってるかっていうと、実は青色を測定するやつ、緑色を測定するやつ、赤色を測定するやつって言って、まあ、これ RGB、R、順番違うか。R がレッドですね。G が緑ですね。グリーン、もう間違ったな。RGB あってね。レッド、G、グリーン、B、ブルーですね。なので赤、緑、青を測定するダイオードがあるんです。3つ。なので、例えば端子がね、こう並んでるんですよね。だからここの端子は実は赤色しか測定できないとか、ここの端子は緑しか測定できないとか、ここも緑しか測定できないとか、まあ、そういったものなんですね。ただ、それぞれで光の明るさがわかるんですよね。例えばここが緑でしちゃうと、緑しかわかりませんでした。で、ここは隣が赤で、ここも隣が赤だったとしたら、だいたいこことここで赤を測定しますから、ここは平均して出せるんですよね。なので赤、ここの赤のここと、ここの赤とここの赤の値で、じゃあここは赤は測定できないんだけども、まあ、大体こことここで平均したらこれぐらいになるかなとか、まあ、そういったことを全部やってるんですよね。なので R と、R、赤と、グリーン、緑とブルー、青の割合を大体考えて合成したらこの色になるんちゃうかなってことで出してるんです。想像して出してるだけなんですよね、実はね。はい。はい。なので、現在ところではですね、光の色っていうのはこのダイオードでは測定できないんだけども、出てくる光電子の数からかですね、光の明るさを測定できるということなんですね。めちゃくちゃ光合物理でやってる内容ですからね、全然出てもおかしくないと思いますから、この際ですねしっかり復習してやってくれたらなと思います。はい、じゃあ以上で終わります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。